ゼルダの伝説、神々のトライフォース、続きからやっていこう。で、まあ、前回以降、前回終わった後にお金をね、はぐれ者の街の宝箱ゲームをセーブ&ロードの暴力で貯めることによって、弓爆弾の上限を最高まで引き上げたんだけど、で、まあ、その後、ハートのかけら、何か、ちょっと数が合ってなかったから、探したんだけど場所が分かったので、まず先にそれを取りに行きましょう。さて、ここはまあ裏世界、闇世界の墓、お墓の場所なんだけど、ここに場所があって、あ、違うこっち、あー違う鏡、それって言うと、ここに洞窟があって、まあ、ここ入れないんだよね、表世界だと。で、ここに来て、爆弾を使うと。ここ確認したんだけど、奥壊すの忘れてたわ。ここにあると。で、もう一個、あるので、そっちも取りに行こう。危ない。まあ、この場所が、リンクの家の真下にある場所。前、ダンジョンがあった場所なんだけど、ここで、一個や、あ、間違えた。ここで取ってないのがあったんだよね。取ったつもりでいたんだけど、仕掛けを作動させた後に、地上に出ると、ちょっとだけ変わってるのを見逃してて、そのまま確か闇世界に多分行ったのかな。重いな。で、ハートのかけらと。これであと取ってないものを、この魚取れるらしいんだけど、取れない。網で取れないのかな。なんか取れるみたいなのあったけど。まあいいや。これでまあ取ってないのがあと3つなので、うん、ちょうどハート1個分だね。じゃあ今回は、表からじゃないな。ダンジョン進めよう。でまあ、アクセスできるのが表からなだけで、行きたい場所はここと。で、ここに魔法陣があって、この地域壁に囲まれてるから、ここからじゃないといけないんだよね。でもまあ、降りていいよな。なんこいつ。普通に水なのかな。ちょっと周り歩いてみる？ダンジョンの位置はこの辺り。あ、なんか洞窟ある。入ってみよう。誰？でも悪いやつじゃなさそうだね。なんと20ルピーほど恵んでくれたらいい話を聞かせてやるぜ。いいよ、お金ならいくらでも稼げるからな。あげるあげる。へえ、ありがとうよ。実はこの雨は、沼に住む魔物が降らせてるらしいぜ。魔物の力を、上回る力で空気を動かせば雨も止むだろうよ。空気を動かす。エーテルかな。違った。ボンバー？違うな。今じゃないのか。単純に今じゃないってことかな。ここか。ここに、もう一個ハートがあるっぽい？あ、あるわ。やばい、ちょっと、大丈夫かな。これだ。うわ。パズルか。
ちょっとこれ時間かかるな。普通に、押せねえのか。押せるやつ押せないやつがあんのか。あ、取れたわ。そんな難しいもんじゃなかった。やった。なんかハートのかけら取れてラッキー。事前に情報持っといてよかった。ここかな？うん、このあたりだな。ぐるっと普通に回ってきたけど、何もないよな。あ、これか。あ、そこでなんか使うのか。なるほど。入れそうだけど入れんのかな、これ。あ、入れた。普通にまあダンジョンだよね。危ない危ない。あ、宝箱あんじゃん。これどうやって飛んだ？こうか。やったー！またハートのかけら。これも一応情報持ってたやつか。ラッキー。じゃあもうこの世界にハートのかけらあと一個しかねえじゃん。真ん中に行けばいいのか？で、エーテル。ここでエーテル放てば、来た。雨が止んだ。あ、ここにダンジョンが現れんのか。じゃあさっきの、あっち側は、何があんだ？あ、危ない危ない。これはこれでまた別の入り口。あ、妖精の泉なのか。あんまこのフィールド探索っていう感じではなかったな。じゃあダンジョン行くか。すぐ謎解けちゃったしね、お金払ったことで。さてダンジョンですけど。あ、意外と低い。レベル6。1階と B1、B2 しかないんだ。横に広いタイプのダンジョン。縦にはそんな広くないけどっていう。何この壁気持ち悪いな。鱗とかかな。あ、フックショットか。チュチュが出てきますな、いっぱい。フックショット。あ、もう一回これだけじゃん。あ、でもま、このフロアがそれだけか。他にもまた、一階に登って、二階、地下に降りてっていうのやりそうだよね。体力マックスだから、ああ！やべ、あいつか。あれどうやってんだっけ、倒すんだっけ。あのビーム、危ねえ。爆弾だっけあれ。いや、効かんな。効かんな。ちょっと待てよ。アイテム何にしとこうか。弓？倒した方がいいよな、こいつらは。痛い！あのビーム避けつつ、逆に行って。痛い！くそ、ビーム食らいすぎた。いや、まあ回復の妖精は持ってるからいいけど、ここは帰りかな。なんだこの部屋。スイッチがある。あ、違うわ。これあれか。やばい。はい、行って。寄せ。何これ。何もない。奥は多分帰りの通路だよね。目があるけど。マジ？あー、やっちゃったな。急いで回んのかな、あそこに。違う、あー、くそ。
この扉の高さに合ってくれたらよかったのに。急いで向こうまで行くんだろうな。いっけ、あー、普通に歩くのがいいのか。ためが不必要ってことかな。急げ。あ、なーにー。ここ最後か。最後というか、まだまだ先か。まあ、それ分かっただけよしかな。ここもまだ先だな。結局、ここは、後回しって場所だったな。まあ、知れただけよしか。で、なんだここは。あ、やべ。やべやべやべ、それまずい。危ねえ。なんかいろいろあるな。上も下もある。とりあえずここ来れたけど。なんだ？どっかで誰か撃ってる音するな。いや、扉の影になってるけど、なんかあるんだな、これ。扉というか、灯籠か。なんだこいつ、ナメクジ？爆弾産んでる。倒したら爆弾もらえるのはそのせいか。体力めっちゃ持ってかれたけど。これはいけないんだね。いけないんだ。体力めっちゃ持ってかれたな。あいつに粉かけて。よし。何使うかわからんな、このダンジョン。反対側行ってみよう。マジであの柱の陰になんかおるんやな。いやー、危ない。行った！あれ厄介だな。鍵めっけ。痛い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 。あれってどうにか倒せなかったっけ？もういいや、ボンバ使おう。鬱陶しいお前ら。あの目玉のやつってなんか倒せなかったっけな。当たり判定が普通に存在するんだな。つうか、普通にボンバーで倒せないなら無理か。他に何もない。無駄に体力また持ってかれたな。で、上下に部屋があると。下はさっきの部屋か。ちょっと、あの目やだな。ここか。危ない。上行くか。いや、危ない。なんだこの部屋。通路かな。え、なんだこの部屋。ここも通路だ。おお、なんだこれ。いった、聞いてねえな。弓か。ちゃんと。いやー、ちょ。危ねえ。ちょっと、うかつに動けんぞ。壁、というか、障害物貫通して、当たりに来るのやめてくんないかな、マジで。なんだこれ。あ、やっとここでスイッチある。鍵だ。そしてスイッチ。
どっちから行くのがいいんだろう、これ。こっちかな。鍵あった部屋だから、ここからまあ。お前らこれ黙らんか、これで。黙ってくんないな。行くか。攻撃してくるよな、お前らも。これ抜けんだよな、このブロック。あ、そっか。俺にはマントとかバイラがあるから。抜けてけって話か。うらららら。行って。なんだなんだなんだ。部屋がいっぱいあって困るぞ。隣行くか。痛い。行って、いや、マジでやばい。あいつ帰ってこい。帰ってきてくれ。いて、それ抜けてくんのかよ。セーブ、セーブ。ちょっと待ってらんないっすね。ダメです。よし、全実体化でしょ。ここボスの部屋か。あ、一人抜けてる。いて、真ん中のやつなんかやってきたな。なんだあいつ。あー、攻撃に対してなんか出すのか。で、これ何？ボスだよな、この先は。じゃあ下行くか。鍵持ってねえし。あれ？さっきと位置違う。やばいって。いやーまずいって。やばいって。普通にこいつも強いんだから。アップねー。バック弾使えそう。間違えた。爆弾かけないか。てか、ここはどこだ？ほぼほぼ下なのか。無視。やばいなぁ。あれ、今鍵持ってんだっけ？うわ、びっくりした。こっち来んのかと思った。危ねえ。お、宝箱。てか、すげえ死にそう。そこ入ればいいよな。死ぬなー、これ。何あれ。動き出したなー。待って。おーい、待ってー。待ってー。うーし、よせ。鍵もらったし、マップが欲しいなー。こっちかなー。火つけて回れってやつ？した。やばい、魔力もね。ついたけど、下行こっかな。うわうわ、付け直しかよ。じゃあ、いいや、下行こう。魔力、いや、回復手段はあるんだけど。
くそ、攻撃当てづらい場所にいる。無視していっか。こいつ効かねえんだな。やったー、回復ー。はあ、なんだこれ、なんだこの部屋。うわ、コン、めっちゃ囲んできやがった。マジ、あの中入んのかなこれ。落ちていいや、中しかもあれ。4人だよな。あー、入れそう。カンティーラ、なんか宝箱出るタイプ？出ねえじゃん。ふっ。何のためのやつだったんだよ。なんか今、これ鏡写しに見えるけど、なんか意味ある？違いがあるかな？あ、この4つに火を灯すのか。そういうことですか？急げ。来た。なんで、なんだ。すごい揺れてますけど。うん？これ正常ですか？ああ、長い長い。もしかして階層増えた？そんなことねえな。どっかで何かが起きたっぽい。階層が増えたとかではないのか。誰？リンクよ、サハスラーラじゃ。あ、久しぶり。4つの明かりを灯せば進む道が開けるじゃろ。やった。やったわ、それ。もうやったのよ、じいさん。ここ降りたらなんかありそう。ママよ。いや、あったわ、本当に。いやー、もうボス？ん、まあ、とりあえず、アイテム手に入れられるけど、多分、ああ、もうボス部屋のとこ行けるじゃん、これで。やばいやばい、ピッて。いや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 、待って待って。はい。あ、ミスった。抜けてっちゃおっかな。くそ。あれ？透明マントはこれは透過できねえんだな。やばい。こういう時は鏡。入り口に戻ろう。妖精。まあいいや。とりあえず置いとこう。進展あったしセーブしとこうか。ハート落とさね。ハートと魔力が欲しい。オッケー。ここもなんか降りて意味あんのかな。こっちか。あんま意味ないか。降りたとしても、この下の通路に出るぐらいだもんな。あって。いや、あの魔法使い、やだな。鬱陶しい。非常に鬱陶しい。いやー、これ全滅だっけ？厄介だな。戻るのも戻るので厄介だったな。オッケー。ここか。フックショットでいいよね。
一体当たりに行っちゃった。はい、よし急げ。何これ、あ、杖だ。ソマリアの杖、うまく使えばとても役に立つ不思議な杖だ。うまく使えばって効果教えろ。何これ、あ、ブロックの生成ができんのか、この杖。危ない。いってて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 。へぇ、死ぬ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 。ソマリンの杖手に入れたところで、何すんのよ。やべ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 。は、ちょ、寄せ。寄せ。寄せ。危ねー。